ジョン・ジェイコブ・アスタードク、ジョーハン・ヤコブ・アストル、1763年7月17日から1848年3月29日は、アメリカ合衆国の財閥アスター家の祖である実業家。アメリカ初の100万長者になった。アメリカで初めてトラストを創設し、毛皮貿易、不動産及びアヘンからその資産を築いた。アスターは、ドイツの貧しい家の出であり、 ロンドンに続いてアメリカ独立戦争後のアメリカに移民した。五代子やカナダにまたがる毛皮貿易帝国を作り上げ、後にはアメリカ合衆国西部や太平洋岸まで拡大した。1800年代初期、ニューヨーク市の不動産を手掛け、後には美術等文化事業の著名なパトロンになった。1848年に亡くなった時、アスターは、 アメリカ合衆国で最も富裕な人物であり、少なくともに、ベイドル相当と見積もられる資産を残した。フォーブスのランキングによればこれは2007年の、ベイドル換算で1、150億ドルに相当し、ジョン・ロック・フェーラー、アンドリュー・カーネギー、コーネリアス・バンダービルトに次いで、アメリカ史上4番目に、裕福な人物となる。アスターの祖先は、サボイアから逃げてきた。 フランス系のワルドー派教徒だった。アスターは19世紀にドイツのバーデンの一部となった古い宮中伯領にあるハイデルベルクに近いバルドルフで生まれた。名前が同じ父のヨハン・ヤーコップ・アスターは肉屋だった。息子の方のアスターはロンドンで楽器を作っていた兄のゲオルク・アスターのために働きながら英語を学んだ。アスターは アメリカ独立戦争が終わって間もない1784年3月にアメリカ合衆国に到着した。アメリカンインディアンと毛皮の交易を行い、続いて1780年代ぐれにニューヨーク市でアスターはサラトットと結婚した。アスターは私が知る中でもサラは最もビジネスセンスがあると言ったと伝えられている。アスターは1794年にイギリスと アメリカ合衆国の間で結ばれた J 条約によって、五代ことカナダの新しい市場が明けた利点を生かした。1800年までに25万ドル近くを蓄え、毛皮貿易では指導的存在の一人となった。1800年、アメリカでは初めての中国貿易戦ウエンプレスオブチャイナの例に、続いて中国の関東で毛皮、茶及び白檀材を貿易し、それから 大きな利益を得た。しかし、1807年の通商禁止法で、その輸出入事業が妨害された。アスターは、トーマス・ジェファーソン大統領の許可を得て、1808年4月6日に、アメリカ系側会社を設立した。後にコロンビア側や五大湖地域での系側貿易を統括するために、子会社である太平洋系側会社と南西系側会社を作った。 コロンビア側の交易基地、アスタートリでは、太平洋岸では、アメリカ発の地域社会となった。1810年から1812年にかけての山岳地を行くアスター遠征隊に出資し、これが交易基地となる場所に到着した。遠征隊の隊員は、サウスパスを発見し、その後ここを通って数多い開拓者たちが、ロッキー山脈を抜け、オレゴントレール、 カリフォルニアトレール及びモルモントレールに進んだ。アスターの毛皮貿易事業は、米英戦争の時に、イギリス軍がアスターの交易基地を占領したことで妨害された。1817年に、アメリカ合衆国議会が保護貿易の法を通し、合衆国領土から外国人貿易業者を締め出したことで、その事業も立ち直った。アスター率いるアメリカ毛皮会社は、 五代古地域周辺での交易を支配するようになった。1822年、アスターは再編成したアメリカ毛皮会社の本社として、ヒューロン湖の巻なく島にアスターハウスを建て、この島を毛皮貿易の中心地とした。これについては、ワシントンアービングの旅行記、アストリアには文書や日記に基づく長い記述がある。1804年、アスターはアーロンバーから、 マンハッタンの資産を99年間借用するという条件で購入した。当時、バーはトーマス・ジェファーソン政権での副大統領であり、その購入代金62,500ドルをゼガ非でも必要としていた。借地は1866年まで続けられた。アスターはその土地を250近くに区切り、これらをまたがしした。その条件は、 田中が21年間その土地で何をやってもよく、その期限が過ぎれば借用を更新するか、アスターが引き取るというものだった。1830年代、アスターは次に経済公共がニューヨークにもたらされたとき、ニューヨーク市はすぐに世界最大の都市の一つとして頭角を表すだろうと予見した。アスターはアメリカ毛川会社やその他の事業から引退し、 その売却資金を使って、マンハッタンの広大な不動産を購入して開発した。マンハッタン東北方の急速な成長を予測し、現在の地域を超えて次から次に土地を購入した。アスターはその土地に建物を建てることは滅多になく、他人にそれを使わせては賃料を手に入れた。もしもう一度生きられるなら、マンハッタンを隅から隅まで買い取るだろう。 ジョン・ジェイコブ・アストル、ジョン・ジェイコブ・アスター、ジョン・ウェズリー・ジャービスが、ナショナル・ポートレート・ギャラリー所蔵アスターはその事業からの撤退後、残りの人生を文化事業のパトロンとして過ごした。鳥類学者、ジョン・ジェームズ・オーデューボンや詩人で作家のエドガー・アラン・ポーを支援し、またヘンリー・クレイの大統領選挙運動を支えた。1848年に、アスターが死んだ時には、 アメリカ合衆国で最も裕福。その意志で、ニューヨーク市の大衆のために、アスター図書館を建てる費用として40万ドルを依存した。また、ドイツの故郷バルドルフにある旧品院には5万ドルを寄付した。アスターはその遺産の大半を、次男のウィリアム・バックハウス・アスターシニアに残した。長男のジョン・ジェイコブ2世は、精神障害があり、その人生を全うするに、 十分な医療費は残された。アスターはニューヨーク市マンハッタン区のトリニティ教会墓地に埋葬されている。ハーマン・メルビルは短編大書人バートルビーでニューヨーク初期の資産家の象徴としてアスターを扱った。ニューヨーク公共図書館入り口に座っている2頭のライオン大理石像はもともとレオアスターとレオレノックスと名付けられており、 図書館の創設者であるアスターとジェームズ・レノックスに、ちなむ命名だった。その後、ロード・アスターとレディ・レクソンと呼ばれるようになった。ニューヨーク市長、フィオレ・ロラ・ラガーディアは、世界教皇のさなかに二頭を、忍耐と、不屈と解明した。モードリン・ジョン・ジェイコブ・アスター2世、ウィリアム・バックハウス・アスターシニア・ドロシー・ヘンリー・エリザ、ジェイコブ・ウォンドルフ。ありがとうございます。